なんでなんなんでなんうるさいね。マルだ。次の Wi-Fi だけど。隔離、僕の見解を聞きたいかい？別に。皆さん、どうやらこの後2つのお話に分かれちゃうみたいですよ。え、何？どっちかしか選べんのこれ。え、めっちゃ迷うんですけど。第2章、噂の少年マック、はいはい、ロケットに願いを込めて。次の捜査に向かいましょう。それじゃあ私は、まあ、女の子やし、アユナで、やっていきます。アユナで先に遊びますか？もう一人の主人公も好きな時に自由に切り替えて遊べます。オッケー。ほい。好きな時に自由に切り替えれるんかい。こっちの話も気になるもんね。お前は世界で一番幸せな小動物になるんだ。全部読んでくれるんかと思った一瞬。宇宙というところは素晴らしいところだ。そこには無限の可能性がある。お前は誰も見たことのない世界を見ることができるんだ。え、そんなとこで寝てるの？へえ、そんなとこで寝られたら何も物入れれんやん。博士。めっちゃ転がり出てきたし。お、なんだなんだ？何？あゆな、起きるなによ。女の家におったらなんかちょっとうるさそうよね。はいはい、おはよう。めっちゃ寝ぼけとるけど。そしておやすみ。二度寝。二度寝すなだに。早く博士を探しに行くだに。まあまあ、そう急ぎなさんな。ご飯食べたりしなきゃだしさ。なんでもいいから、まずは起き上がるだに。私も二度寝するわ。第2章、ロケットに願いを込めて。広い家やな。ご飯も食べたし、そんじゃ行きますか。やっとだにか。おっと、その前に。今日の星占い見てこっと。女の子やね。お。さっきから、何ちんたら用意してるだに？ミーたち、博士の居場所もまだ分かってないっていうのに。だから昨日言ったじゃん。博士は桜中央シティの病院だって。何言っとるだに？それネットの情報だに？ネットの情報なんか当てにならんだに。そんなん言ってみんと分からんやん。じゃ、他にどんな手がかりが？何？それはだに。あ、ほら見てウサピョン。私の今日の運勢最高だって。ってことで、私を信じてついてきたまえ。星占いもあんまり当てにならないダニが。とりあえず、今は信じるしかないダニね。ちょっとの情報でもね。そんじゃとりあえず、桜中央シティにレッツゴー。なんかすごい不安そう。ヒューリー博士のいる病院に行こう。え、なんか家の中に妖怪ま、あーびっくりした。ウサピョンか。何がおるんかと思ったやん。よし、行ってきます。キュッピーはいろんなことができる。いろんなことができるキュッピーをうまく使っていくだによ。キュッピーは話しかけるだけで妖怪全員の HP を全回復してくれるだに。妖怪メダルを入れ替えたり、日記をつけることもできるだに。さらに、キュッピーではプレイヤー切り替えもできちゃうだによ。つまり、もう一人の男の子の物語にいつでもチェンジできるだに。街はダンジョンにひっそりといるから、見かけたら利用させてもらおうだに。なるほど。お、すげえ。下の階の人とかも見えるね。よいしょ。相変わらず広々としたエントランスだこと。あ、あの人たちは結局買えんかったんやない。ほらほら。え、青葉にセラピアーズの限定商品が売られている？え、まだその話してんの？あの人たちは時間が止まっているのだね。なんかすごいね。桜ニュータウン、そよ風ヒルズ。なんとかヒルズってついたらなんかお金持ちが住んどるイメージ。
ここから桜中央シティに行くにはと、南の潮風トンネルを通っていくのが一番近道だね。じゃあその近道で行くだに。急にご機嫌だな、ウサピョン。マップだけを見て進もうとしたらいろんなものにぶつかる。何あれ、なんかちょっと離れたところにさ、小島みたいなのあることない？てかここ車道じゃね？あ、まあ大丈夫か。ほんで、あのトンネルをくぐるんやね。すごい、なんか魚の形しとる。いいね、いいね。ここか。待ってね。おーし。おー、なになに？しっかりと青信号で渡って偉いだに。今さら、ありがとう。いやー、当然っすよ。ルールを守っていれば、きっといいことが起きるだに。だね。っていう会話をしているうちに赤に。え、どこ？回っていくのか。ここか。ここから下って、あ、なるほどね。あ、すごい。めっちゃアーティスティックやね。でもってなんか誰か来るんやけど。お、へえ、出た。出た。あ、しかも繰り返される。あ、なるほどね。あ、ここから先がダメなんや。へいへい。このトンネルの絵、かわいいよね。毎朝これを見ながら学校に通ってるんだ。あ、横の子は友達？一緒に泊まった。潮風トンネルって名前の通り、風が海の匂いを運んで通り抜けるのよね。いいね、こういうの。やっぱりちょっとなんか、高校生とかが絵を描きに来たりしとんやろうか。授業の一環みたいなんで、よくあることない、そういうの。桜ニュータウン、桜中央シティ。よく見るとこよね、ここは。ん？あ、あれは、ゆうかちゃん、友達？ゆうかちゃんに声をかけてみよう。あれ？あゆな、かわいい。誰だに？私のマニアックな発言に引きながらも、引き流してくれる優しい心の持ち主。受け止めてくれるわけじゃないんやね。クラスメイトで親友のゆうかちゃん。ふんふん、なるほどだにね。何その説明っぽい喋り方。っていうか、こんなとこで何してるの？この町の病院に行きたいんだけど、場所調べるのすっかり忘れててさ。福北病院のことかな。それならこの階段を上がって。ん？なんかめっちゃ人おるけど。しっかりついてきてくださいね。なんだなんだ。ツアーガイド。何ツアー？なんかおじいちゃんおばあちゃんだらけやけど。お、耳が遠いな。おお、耳どころかボケてるじゃないか。ガイドさんや、飯はまだかいの？あたしゃ、トイレに行きたいの。わしもじゃ。ツアーにならねえ。階段、通れそうにないだにね。ええ。そうだ。ここの地下駐輪場から桜中央地下街に行けるはず。地下街を出れば、福北病院はすぐそこだよ。ほんと？ありがとう、ゆうかちゃん。どういたしまして。それじゃあ気をつけてね。うん、じゃあねー。うおー、すげえ豪快なこけ方。びっくりするわ。こりゃお恥ずかしい。行ったそばから、ほんとに一人で大丈夫？大丈夫、大丈夫。それにまあ、一人じゃないしね。怖いよ。一人じゃねえかって絶対思っとる。一人じゃない？あゆな、また変なこと言ってるよ。なりますよね、そう。ヒューリー博士のいる病院に。おお、ここはなんか、こっちは通れないのか。おお、ぶつかってきた。迷い車たちが現れた。バトルスタート。迷い車やって。怖っ。おーし、じゃあ必殺技。誰の必殺技？口滑らしかな。
おーし、揃えろ。てってってって、揃わねー。あ、よし。よし、来た、来た来た来た。はい、ビンゴー。チャージ完了。いけー。おすべりアイスリンク。絶対お尻冷たいやろ、今の。イエーイ。勝利。可愛くないな、口滑らし。口滑らしだから滑る系なの？技まで。お、倒した迷い車が近づいてきた。私と友達になりませんか？乗せてあげますよ。迷子になりそう。迷い車と友達になりますか？ほい。やったね、飛び跳ねた一瞬。ねえ、妖怪の鳴き声ってさ、みんな自分の名前を言うのが鳴き声なの。迷い車にニックネームをつけません。迷い車の情報を妖怪大辞典に登録した。え、何系っすか？豪傑とかかな、薄ら影かな、不気味かな。迷い車の妖怪メダルをそのまま持っていくことにした。今度からもうちょっと調べよっと。ん？どこに行けばいいんやろこれ。あ、今ここ小経験値玉を手に入れた。こういう駐輪場を一時期よく使いよったな、私も。お、なんだなんだ、なんでなんたちが現れた。なんでなん。普段から使うような言葉やね。よし、みんな技 OK やね。ということで、さあ、うさぴょん、つなげろ。どうやってつなげるん、これ。こういうこと？え、どれをつなげるん。あ、こういうことね。あ、そっちね。逆つなげよったわ、私。こういうこと？ほい。チャージ完了。いけい。え、いけよ。極太うさビーム。強い。てめえ。さあみんな拾って拾って、そしてつぶやきの必殺技で、はあ、必殺技が使えなかったよ。勝利。え、待って待って、なんか誰か召されてなかった？口滑らしとか召されてなかった？お、倒したなんでなんが近づいてきた。バトルした後に友達になりたくなるのって、なんでなん？知らんがな。なんでなんと友達になりますか？ほい。もちろん。なんでなんと友達になった。なんでなんにニックネームはつけません。なんでなんの情報を妖怪大辞典に登録した。いいね、いいね。なんでなんの妖怪メダルを手に入れた。なんでなんの妖怪メダルをそのまま持っていくことにした。なんでなん、なんでなん、うるさいね。これはどこからどう行けば出られるんだ。バイクスペース、いいね、なんかそういう細かい感じ。ウェイ、避けていこうと思ったのに。さあ行くよ。ってことで、とりあえずつぶやきの必殺技を使ってこう。目が血走ってるよ、怖いよ。さあどうだ、溜まった、まだか。いけー、はい、チャージ完了。多分ちょうどつぶやきの必殺技ナウ。いいね、必殺技ナウ。そしてほい、これにどういう効果があるのかちょっといまいちよく忘れたんだけど、なんか口滑らし常にやられてね。これ3匹までやっけ出せるモンスターって、モンスター妖怪。勝利。なんでなのその顔、いいね。かわいい。ん、なんかここキラキラ光おる。ちょ待って、拾っとこ。バイクのキーやったりとかせんかな。ダンシングスターを手に入れた。ね、これスクーター倒れとるよ。
誰がしたんか知らんけど。いたずらかい？だってこの辺絶対風とかないもんね。お、桜中央地下街。ああ、いいな、いいな、こういう雰囲気。なんか映画館みたいやね。こっちの方角か。おー、素敵素敵。こういう商店街みたいなとこ好きよ、私。なんか人がめっちゃおるね、今回のこの、妖怪ウォッチのゲーム。そして、どこっすか？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。